健康医学校も行くか。高取は簡単に回ると思ってきたんだけど、なんか よく考えたらね、1,2,3,4,5,6,7、まあ10両以上あんねんな。ここも10基以上あんねんわ。これね、ちょっとね、先にお参りして行ってみましょうか。太田姫美子、はい、お間違いね。これもね、おかしいわけなんだけど、はいはい、祀られてますからね。英文かな、形は。ちょっとわからんかな。豊富のような感じもするです。もう一度行きですわ。可能性もあるんでね、どうなんだろうね。ちょっと早かったか、ちょっと早かったね。もうちょっと遅かったらね、紅葉が綺麗なんだけどね。はい、じゃあ両見てみましょうか。両楓がものすごく綺麗なんだけどね、もうちょっと早かったか。よし、じゃあ、あとどこ回られるんですか。もう帰ります。あとはあそこの事務天皇ぐらい行かれたらね。しょっちゅう行ってます。はい、YouTube 上げられるんですか。 YouTube です。あ、声入っていいですか。え、声は、あ、声入っていいですか。はい、じゃあ声入りますけど、いいですかね。ね、ブルース ちょうどここ後ろぐらいになるのかね。また下がるの、これ よしよし。それのまだを見に来てくれてんね。いろんなとこ回っとるとこ比べると、あと量2つあるんだけど、株がね、何度か12やったんだけど、いっぱいね、きれいに石垣組んではるけど、ね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、な、次は一応に行きましょうかね。一応ちょっと駐車場から遠いね。上に上がらなきゃいけないんで、肩甲骨骨腰塚骨骨骨、これ100段ぐらいありますよ、これね。道が間違いないでしょ。高取町の管理になってるんでね、上が県立学校で、この下にあるのがね、越塚御門古墳でございます。
見られないけどね。はい、ありがとうございます。今日も鍵かかってますわ。あ、また見れんね。また見ることできませんわ。星塚古墳発見。剣後静塚古墳のすぐそばで見つかったことから注目を集めました。剣後静塚古墳は古くより知られた存在でしたが、埋葬者は明らかになっていません。埋葬者は明らかになってないで。いやいや、それは太田の巫女さんですよ。太田の日の巫女さんでございますね。こちらの方が斎明天皇陵ということでございます。間違いなくね。だからこれは誰だろう、皇徳天皇の皇后か、一緒に葬られてるのは。いやー、こんな天気初めて来たけど、ビカビカ光ってますね。ここ中は見れるんでね。あそこはね、ちょっとね、小広してあるから見られへんでね。はい、見れます。あー、電気ついてね。1300年前でございます。申し込んだら立ち入りできるのかね。まあ私入ったけどね、1回は入りましたけど。いやー、いいね。これがね、名古屋古墳も、これもちょっと一回り小ぶりやけど、こんな感じやったら後やからね。この天国塚が古墳の後に作られたということですから、もっと綺麗だったかもしれないね。小ぶりやけど、まあ素晴らしい眺めでございますで、奥飛鳥の山々をバックにピラミッドの方がすごいです。いやー、何遍来て もう最高やね。これみんな見に来てもらいたいね。最高でございます。ピラミッド型の1300年ほど前の、1300年ほど前に作られたね、古墳でございます。一回崩れましたからね。ほら、ここに。これ書いてあるやん。橋人の姫巫女。橋人の姫巫女、ああ、あれや。皇徳天皇の皇后さんやね。やっぱり西から見たのが一番感じがいいかな。東から見たらちょっとね、遠くからしか見られへんかしね。西からが一番いいかな。飛鳥の奥、飛鳥の山々を見ながらね、最高のシルエットが楽しめます。この前来た時、ここでガイドの方いろいろ説明してくれたよね。全然場所は関係なかったけど、聞いとったけどさね。旦那塚古墳、剣行寺塚古墳、御用の古墳。御用の古墳ってなんだ。ああ、大塚野口王坊古墳。あ、これ持統天皇陵。名古山古墳、これは文武天皇陵やな。全部行ってんだよな。だからこの辺は全部八角古墳やろ。八角古墳、八角古墳やね。壇の塚に、剣行寺に、野口王坊古墳、名古山古墳、あれ大津ね。
御用の古墳、ほら大勢あれも八角墳かね。八角墳なんてねえな。まあ行った時見た感じは四角四角かったけどね、これ。あ、これやな。中わからんかな、中に入ってないから。はい、な、撤退所長からありがとうございました。はい、今日は高取町の古墳を回るでございました。あ、3時間ほど回りましたけどね。ありがとうございました。3時間半はかかってるか、いや4時間ぐらいかかってるか。10時半、20時、3時間半ですね。はい、3時間半のご覧で大体。